マーストリヒトのセイセルバティウス教会にあるシャルルの墓、976年頃のブリュッセルの創設者という説明文のあるリトグラフシタロレーヌコシャルルはカロリングや出身のカロートリンゲン公。ドイツ語でシモロートリンゲン公カールと呼ばれる。シャルルは953年夏にランスで生まれた。父は西フランクオルイ4世。 母は、東フランク王ハインリヒ一世の娘ゲルベルガであり、西フランク王ロテールの弟にあたる。また、カール大帝の六代目の子孫にあたる。父類四世が、ノルマン人に捕らえられた際、父王の解放の代わりに、シャルルたち息子が人質となるよう要求された。母、ゲルベルガはシャルルのみを人質として送り、父類四世は、遊具家庭の保護のもと解放された。 1976年以前に、シャルルはニーロテールの日で、イタリア王ロターリオ二世の娘エーマを、乱死卿アダルベロンとの密通の角で告発した。乱近くのフィムのサントモール評議委員会は、王妃と死郷の潔白を証明したが、シャルルは主張し続けたため、王国から追い出され、重刑帝夫二世のもとに逃げ込んだ。夫は、ロテールを追い出した後すぐに、 シャルルを大いにつけることを約束し、シャルルは夫に礼を捧げ、その代わりにシャルルは、シモロウトリン,ン行為を与えられた。978年、ロテールはドイツに侵攻し、オートアーヘイを占領したが、夫二世もシャルルも捕獲することができなかった。10月、今度は、夫二世とシャルルがフランスに侵攻し、ランス、ソワソン及び、ラン周辺の地を破壊した。 そしてフランス王にとって最重要の地であるランで、シャルルはメッツ司教ディートリヒ一世から退官された。ロテールはパリに逃亡したが、そこで包囲された。しかし11月30日、ユーグカペ兵からの救援の軍が、オットーとシャルルの包囲をどかせることに成功した。ロテールとユーグカペ兵は再び形勢を逆転させ、オットーにセイラをアーヘンまで追い込み、ランを奪還した。 1979年頃、シャルルは聖ギュドゥルの聖遺物をブルッセルの聖ガウンゲリクス教会に移した。通常、この出来事がブルッセルの始まりと考えられている。シャルルはブルッセルに初めて常設の要塞を建設した。シャルルは相変わらずニー・ロテールの進化でもあったが、オットーとの協調はロテールに対する反逆とみなされ、大継承からは除外された。 986年のロテールが死去した際には、ルイ5世が後継者として選ばれ、翌年のルイ5世の死去の際にも、遊カペ庭が選ばれた。このようにして、シャルルは、不名誉にも無視され、カペ庭朝が成立した。シャルルが有力な後ろ盾を得られる結婚ができなかったこと、及び財産を十分に持たなかったことも、王位を継承できなかった理由であった。シャルルは、 ユーグカペイに戦いを挑み、ランス及び、ランを抑えたものの、991年の、聖木曜日、アダルベロン司教の裏切りによりシャルルは捕獲され、ユーグカペイにより、オルレアンに監禁された。シャルルは993年かそれ以前に、そこで死去した。シモロートリンゲン行為は息子オトンが継承した。1666年、シャルルの墓地が、マーストリヒトの、 イセ,セルバティウス教会で発見された。遺体は1001年に埋葬されたとみられるが、それはシャルルの没言ではないと考えられている。970年にモーハク・ロベールド・ベルマンドワの娘アデライードと結婚した。ありがとうございます。